はい、ということで今日もまたトルクにやってまいりました。で、今日のお相手は、あ、どうも、エイトです。イケメンエイトでございます。今日はエイトのメニューで肩トレをやっていきます。早速やっていきましょう。やっていきましょう。Keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. では、1セット目はサイドレイズでやっていきたいと思います。了解です。はい、まずアップのサイドレイズ、アップのサイドレイズで大体20から30ぐらいですね。了解です。よいしょ。ということで次はショルダープレス。とりあえずこれアップで、メインは大体何歩ぐらいで38。そうですね。さあ行きましょう。ちょっとあの極秘のトレーニングを1つ2つ挟んで、はい、次リアミドルいきます。リアミドルのライニングサイドライズ、腕下ろしてストレッチかけて、そのまんま横と前の間、はいはいはい、45度ぐらい狙って、イメージをやったらこうフリスビー投げるイメージ、小指からフリスビーこうやって投げるイメージ、はい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 、はい、で投げていく45度に。そうで、しっかりと腕は伸ばしきる。了解です。続いてはリアレイズリアレイズやっていきます。よし、胸と膝をつけて、で斜め30度ぐらいに向かって、小指を上にしてひねり上げるように上げていきます。目線は大体ちょっと斜め下ぐらいで上げる。了解です。じゃあやっていきましょう。ちょっとだけ僕のメニューを入れていきます。フロントレイズワンハンドずつでやっていくんですけど、上げるときに、まあ、大体フロントレイズでこういうイメージがあるんですけど、斜め前、反対の耳が隠れるぐらいまで上げて、親指をこういうより親指を外に向けて、
このまま反対の耳が隠れるぐらいまで鏡で上げます。クロスする感じで、でここからまた上げる、一回上げて下ろしてまた上げる、左右10回ずつやっていきましょう。これはマジで効く。のは腕、スーパーセットでインクラインアームカールからのフレンチプレスやっていきましょう。レッツゴー。僕これ基本手巻かないです。あ、オッケー。こうやってしない。あ、もう巻かず。ずっとも手返した状態で行います。了解。プレス、プレス、プレス。あかん。なんでや。なんでや。あのマシンに頼りすぎてた今まで。はい、ということで今日のトレーニング以上です。いやー、取り忘れたトレーニング何個かあるけど。そうね。それはまたあの非公開。まあ、非公開のトレーニングということで、またいつの日かあげたいと思います。では、また。See you next time. Work チャンネル登録もよろしく。めちゃめちゃグダグダだ。Thank you watching. カヌキンスタイルで。Bye. Bye.